太郎山は、富山県富山市南東部にある標高2373メートルの立山連峰の山。飛田山脈中央部西端付近に位置する。山域は、中部山岳国立公園の特別保護地区の指定を受けている。北面は、中世代の鉄取総群の砂岩と、歴岩からなる新植面で、太郎米平と呼ばれている。周辺は、 草原と地塔などからなる大地が連続している。南側の北のまただけ北斜面には、高山植物の群落が見られる。山頂には山東三角点が設置されていて、山頂のすぐ東側を、立山連峰の重層路となる登山道が通り、木道が整備されている。山頂の東北東約300メートルに山小屋の太郎平小屋がある。 立山連邦重層路の登山道から少し離れた脇道の端にあるピークのため、登頂の対象とされないこともある。山頂からは、北側にどっしりとした山陽の薬師だけを望むことができる。岐阜県日田市の国道471号から、富山県の有峰林道、東下2000に林道鉱山大戦線,線が通じ、その県境を貫通する飛越トンネル、トンネルの南側が、 飛び越し振動の登山口主な登山ルートを以下に示す。薬師岳から黒部五郎岳へ縦走する際に立ち寄られることもある。登山口や、稜線上には、山小屋とキャンプ指定地などがある。中部山岳国立公園内の太郎米平の、登山道の同標太郎米平の南西にある、小さなピークで、立山連峰の主猟線上にある。周辺の立山連峰の主要な山を以下に示す。 薬師峠のキャンプ指定地、2015年8月周辺の主な峠を以下に示す。北の又だけから望むアリミネダム、周辺にはアリミネ林道が通る。折り立が太郎米平の登山口となり、夏季などの登山シーズンに、富山駅から富山地方鉄道の夏山バスが運行されている。上岸寺川と黒部川のそれぞれの支流の分水嶺となる山で、 以下の河川の源流となる山で日本海側の富山へ流れる。アリミネダムの南東7 5トルに位置する。富山県富山市と岐阜県日田市にまたがる。アリミネ林道が周辺の山域の西側を通る。富山県林道新川線の終点には折り立ヒュッテがある。太郎米平への登山口となる。登山口となる折り立へは、夏季などの登山シーズンに富山駅から 富山地方鉄道の夏山バスが運行されている。マイカーやタクシーで登山口の降りり水へ入ることができるが、アルミネ林道は夜間通行規制がある。西山腹の新川沿いに林道が通る。ありがとうございます。